ただいまこんばんは。風呂に入りました。アイスありがとう。結婚してもハートもありがとう。風呂を頑張りましたよ。コンタクトまだ外してない。コンタクトは本当にもう寝る最後のもう本当に最後の瞬間に外す。ほんまにもう一回配信やった。そうだよ。お疲れ様。もう一回配信。風呂上がり。髪乾かすのにねめっちゃ時間かかるん。本当に何分かかるかな。結構かかる。こんばんは。こんばんは。いい湯だった。いい湯だった。シャワーだけど。全然シャワーだけど。さっき仕事中だったので配信ありがとう。ありがとう。みんなお疲れ様。今日という日が終わります。お疲れ様様。わっ、チョコミントもらった。ありがとう。待って。あ、待って。あ、アルフォート。ありがとう。チョコミント。チョコミントクマ。ありがとうございます。このアイスのイベントっていつまでやってるの？2回目。そうだよ。そう、お風呂入って戻ってきた。ありがたわ。 21? わ、アイスありがとう。21かね。結構先までやってる。長いね。ありがとう。ありがとうございます。アイス食べる配信でもせんと。まあ、アイスな、多分ストックもない家に。ありがとう。超アイスいっぱい。ありがとう。ゼリーもありがとう。もうなんかショールーム定期的に結構サーティワンのギフトだったりもらったりする。チョコミント派なんだね。いや違うんですけど。チョコミントもらった。チョコミント派ではまあないんですけど、はい、あのそうなんですよ。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツももらうね。当たり、ありがとう。作品ね。チョコミントはね、いちご派ですかって言ったらいちごも好きなんだけど、チョコミントはねあんまりねちょっと食べないんですよね。歯磨きと思う？いや歯磨きとは思わないです。歯磨きとは思わないんですけど、なんかミントって結構スースーするじゃないですか。清涼感すごいじゃないですか。
なんかあのスースーするのって結構自分のイメージではなんかタブレットみたいな、そういうなんかなんて言うんですか、 こういうさあるじゃん、なんかなんて言うんですか、ミンティアみたいな、あれのイメージが強すぎて、あ、そうガムとか、だからそういうののイメージが強すぎて、そのなんかアイスの想像がなんかあんまりちょっとなんかね、うん、なんかそうフリスク的な、そうお口をスースーさせる食べ物的なイメージなのよミントは。歯磨きとは思わんけど、なんかチョコミントじゃなくてチョコミントぐらいのアイス食べたい。チョコ9割ぐらいのあのミントちょっとぐらいのアイス食べたい。それぐらいのアイスを売ってほしい。え、絶対あの売れると思うんですけど、もうチョコ9割ぐらい入ってるミント1割ぐらいの。福井さんありがとう。中村舞です、愛媛県出身です。だってさ今のチョコミントってさ、チョコミントぐらいじゃない、なんかミント要素の方が多くない？なんかミントってちょっとでも強いからさあ、ミントチョコアイスが好き。そうなんですよ、なんかチョコ要素をもっと増やしてくれたらちょっと手が伸びるかも。でもチョコミントはね結構ねあれですよ、あの得意不得意が分かれる味なので、しい女ありがとうございます。何味が好きか、なんか ミルクみたいな、牛乳みたいなのが好き、牛乳味みたいな、だあっさりしたやつがいい。なんかチョコミントってさめっちゃ好きかめっちゃ苦手の二択じゃない？結構どっちかに極端に分かれる。苦手、なんか苦手な人多くない？アンケート取ったらさ苦手がさ多そう。もうもうなんか濃いイメージある。食べたことあるかな、牧場しぼり、え食べたことあるかな、ないかも、わかんない、私食べたことないアイス結構あるかも。誰にもさもう伝わんないと思うんだけどさ、スカイっていうアイスがさ今は多分もうないんだけど廃盤になっちゃったのかな、見ないからわかんないんだけど、スカイっていうアイスがさあってさ、昔なんか緑色っぽいパッケージでバニラアイスだったんだけど、すっごいあっさりしたバニラアイスなんですよ、もう本当にあっさりしたバニラアイス、そう SKY でスカイで、なんか形は丸もあったし四角形もあった気がする、でもどっちタイプもあったんですけど、スカイっていうアイスが私の中ではバニラの中のドンピシャアイスで、もう売ってないと思う、なんか見ない、そうなんか緑黄緑みたいな、緑みたいな、なんかと白クリーム色みたいなかな、見たことないパッケージ、いやなんかねそれがねめっちゃ好きやったよね、サワーバニラ2017年製造終了ってある、私が STU に入る前くらいですかね2018年ぐらいには多分入ってるので、
2017年でしょ、私の高校3年生ぐらいかな。に終わってるんだけど、あのバニラアイスが一番好きなんだよね。復刻してほしい。ありがとうございます。なんかね、愛媛に住んでた時になんかコープっていう、わかんないんだけど、よくなんかカタログみたいなのが届くの。カタログっていうかいね、なんか食品とかがいっぱい書いてある。でそれをそれにこうなんか頼むんですよ、番号みたいな。でそしたらトラックで食材を届けに来てくれる、あ、生協っていうの、あ、それかな。なんかそれをめっちゃやってたんですよ、愛媛にいる時に。でそれの中にスカイがよくあって、そう、それでなんか宅配してもらってた記憶ある。そう、お家に届くやつ。いつもなんかカタログじゃないけどさ、なんかチラシみたいなのをさ見てさ、こうなんか番号入れて頼むんだけど、思い出の味ね。ありがとう。生協、生協は全国か。そう、トラックが来るやつ。爆音鳴らすやつ、え、そうなの？全然わからんけど、爆音？そうなの？愛媛ローカルのアイス違うよ。全然全然。田舎のウーバーイーツ、え、そういう感じなの？そうなの？Q さんの手作りアイスをオンラインで販売してください。オンラインじゃないけど普通に販売したい。あの、私だけの味だ。そう、クエスチョン味。もう何の味がするか分かんないような味を出したい。何が入ってるのかもう誰も知らないような。クエスチョン味、闇アイス、なんかよくないな、闇アイス。闇アイス、あ、虫とかは入れないですよ。そんな、そういうことはしません。たらこ味？アイスに合わせたくない。みかんパジャマ、そうだよ。これよく着てる。これね、いいの、夏仕様、短パンなの。一緒、意識高い、愛媛県民だから。おっと、みかん、一
一軍パジャマこの断面図もあるので果汁 100% です。オレンジ、オレンジ、あ、オレンジの曲も本当いずれ出るかもしれません。オレンジとみかん一緒にしたら怒らない？え、怒んないよ。でもなんか違うらしいね。しかもみかんじゃないらしいよ。柑橘って言わないといけないらしいよ。柑橘の中のこれみたいな。だからさ、なんか難しいんだけど、分類的には。なんかそれは言われたことある。計算ありがとう。なんか村前ね、なんかオレンジは外国のイメージなんか一回瀬戸かの収穫に行った時に柑橘、いや、そのなんか他にもあった、なんかみかんって言ったらいけんか、柑橘のなんかロケみたいなのする時にあった。柑橘って言わないと、そう、柑橘のイントネーション、え、言っとくけどさ、愛媛県民みんな柑橘って言うから。そうだよね、この中の愛媛県民聞いてる？柑橘だよね。だってさ、こんなに柑橘が有名なこの県の人が言ってるんだから柑橘ですよ。和歌山の人、和歌山の人いる？なんかね、和歌山のみんな何県に住んでるかわかんないんだけど、なんか前聞いた気がする。なんか最近によくね、北海道の人をねいっぱい見る気がする。北海道です、北海道です、北海道です。愛媛の人いるの？います。なんかね、結構ね、いや、なんか今まであんまり意識してなかったんだけど、北海道の人が結構来る気がして、あ、結構そう、ファンの人、北海道ですって、北海道から来ましたみたいな人結構なんか聞く気がして、そう、なんかイベントとかやってても、新居浜市です。はい、じゃあその新居浜市のあなた、柑橘ですよね味方を増やしていく。その何？何だって？その名前、そのイントネーションだと、あ、柑橘類、あ、柑橘類は柑橘類ですよ。柑橘類っては言わないです。名前みたいになるって。柑橘類ではないですね。柑橘類です、そこは。そういうのあるじゃん、なんかついたら変わるみたいな。
和歌山は単日と同じイントネーションだよ。うん、単日、柑橘。じゃあイントネーション違うじゃねえか。いや違う。あのなんかあのついたら変わるんだって。で愛媛の人いない、本当に愛媛の人いないんだけど。わかった、寝てるんでしょ愛媛の人。もうわかったよ、絶対そうだ、もう愛媛の人は寝てるんだ。こんな時間だもんね寝るのが早い、絶対寝るのが早いんだよ。愛媛の夜眠ってるんだよ、もうみんな寝てんだ。愛媛の方言、いや方言ではないんだけどね。愛媛の朝早いよ。てかなんかそう、実家帰った時にばあちゃんが5時起きって言って、でお父さんが4時起きって言って、でまあお父さんの仕事がなんかの人たちも5時とかに起きるみたいに言ってて、5時4時そんぐらいに起きるって言ってて、早すぎやろと思って。市場の人かな漁師？いや漁師じゃないけど、まあ漁師ってことにしてみようかな全然違うんだけど、でもなんか海賊だから、まあ、漁師ってことにしてみようかな。かっこいいし漁師一旦じゃあ漁師にしてみよう。知事説あないです、絶対ないです本当に違います、はい違いますよ。そうなんかめっちゃね、そう名字が同じだからっていう理由でね。もう中村さんって結構いると思うんですけど、全国にも。仮にね知事さんだとしたら、現場に来てたら分かるから、すぐに「へえ」って「来てる」ってなるじゃないですか。ありがとうございます。中村さんいっぱいいるから。真面目課長現場に現れないの。え、真面目課長ってさ、何が真面目課長か知ってる？なんかさ、みきゃんにメガネかけたら真面目課長になるんだよなんかスーツ着せてメガネかけたら真面目課長になるらしい。みきゃん、あれはみきゃん、あの真面目課長っていう課長がいるんじゃなくって、まあ、いるんですよ、まあ、ぬいぐるみ、あれ真面目課長だから、あれが真面目課長だから、あの私がさ前動画でさ持ってたんだけど、あの眼鏡かけてるみきゃんのあのなんかスーツバージョンみたいなやつ、あれ真面目課長だから
みきゃんとは別キャラじゃないんや。あ、そうかもしれません。なんか私もそこら辺曖昧で、結構なんかどうなんだろうねなんかちょっと濁されてる部分っていうか。真面目なんです。そう、なんかなんでかっていうと、そのなんか県民性で、愛媛県民は結構真面目な人が多いみたいな、なんかその県によってさ、なんかこういう人が多いみたいなあるじゃないですか、県民性っていうか、その土地のなんかその人のなんかこう性格的なもん。そうで、愛媛県民は結構真面目な人が多いみたいな感じらしくって、県民性で。そうだから真面目課長が誕生しました。ポンジュースも愛媛の真面目、愛媛の真面目なジュースって言ってた。え、どういうこと？でもポンジュースはあれだよ、日本一のポンだよ。日本一のジュースのそのポンが来てんだよ、ポンジュースは。そう、そこからなんですよ。ありがとう。お勉強タイム。そうだよ。ポンジュースね。美味しいよね。ポンカンのポンかと思った。確かに。日本一のポンって思わないよね、あんまり。豆知識。まあそんな、あのもう柑橘柑橘って感じですけども、愛媛はキウイが一番なので生産量、そうキウイの生産量が愛媛1位なんで、はい、そうなんですよ。なんであの全国のスタバみたいなやつあったじゃないですか、前なんか47都道府県あの味があるみたいなやつあったじゃないですか、あれ愛媛キウイだったんで、キウイ味、まさかの。キュウリじゃないよ、キウイあのフルーツの。なんか今日クイズの問題になってたよって。そうなの？キウイ、あの数字のキウイじゃない、え、な、なになに、あ、1位のキウイ、え、難しいね日本語。フルーツのキウイはなんと1位って言った方がわかるかな。あの日本語リスニングテスト、9位は何位でしょうか。うん、1位。なんかさ、こういうさ日本語テストのさリスニング知ってる？なんかさめっちゃむずいの、日本人でもむずいぐらいの日本語のリスニングテストがあって、多分外国人の方があのこう日本語のお勉強した時に受けるようなやつだと思うんですけど、めっちゃね日本人でも難しいリスニングのテストみたいなのがあって、本当に難しいの。なんかね、なんかで見たんだけど、例題みたいなの
なんか問題です。医者と患者が話しています。タバコは吸いますか？吸いません。吸います。え、吸うんですか？吸いません。吸います。吸わないんですか？吸うんですか？え、吸います。すいませんみたいな、本当に意味のわからん、なんかええみたいな、なんか本当に難しい、なんかあるんですよ。でパンポーン、患者はタバコを吸いますかみたいな問題。すいません。吸います。だけ答えは吸うみたいな。コント？え、でもなんかさ、日本人でも結構むずくない？私聞いてて、え、どういうこと？と思って。すみませんじゃないんだ。いや、それなんよ。すみませんだったらわかりやすいけどね。なんかすいません、すいますっていうなんかね、例文があって。確かにむずいよね。ありがとうございます。面白いよね。私多分日本語のテスト受けて多分100点取れない気がします。80点ぐらいしか取れないかも。橋の橋を渡る的な、そういう感じだよね。むずいよね。同音異語。え、日本語ってめっちゃむずいんですよ。ね、日本語を勉強してる人すごいよね。ね、外国の方とかで日本語を話せる人とか。55分なの？ありがとう。終わるよ今日が。でもさ、祝日だったじゃんか。明日何曜日ですか？明日火曜日だよ。だからさ、1週間多分早く終わるよ。え、今週末はファンミだ。金曜日。あとは、水曜日に、勝手に四国観光大使の講演がありますので、明後日かな、明日、明後日ですね。はい、めっちゃ久々で、ありがとう。久しぶりで嬉しいです。楽しみ。もういつぶりって感じなんで、仕事進行やるかな。もうみんながオリーブとレモンを言う準備を。してるね。公園待ってます。確かに席で変わるからね。ファンミも歌う。そうだよ、練習 しとかないとダメだよ。みんな、いっぱいみんなも練習することがあるよ。黄色いペンライトの歌で、そう、ワンコーラス。じゃあちょっと待って、壇上呼ぶわ。ハマジさん、サーくんさん、目黒の浩二さん、カロウさん、キノペコさん、考えなしさん、福ちゃん丸さん、くまねパパさん、ワサンドサムさん、うまちゃんさん、よっちゃん51さん、
ゆうくまさん、1位はドルドルン、アルフォートさんでした。ありがとうございました。2度目の配信を見てくれてありがとう。おやすみなさい。また明日。明日は皆さん火曜日です。明日も頑張ろう。頑張るぞ。バキって言った。おやすみ。また明日。確かに3回目のショールームだった。チリパもやったんでありがとうございました。おやすみなさい。ラビューン。またね。キラン。おや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 。そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。おやすみ。目を閉じろ。おやすみ。